こんにちは、ユニークレイへようこそ。今日は、私たちの共有体験、特に医学部の友人や先輩たちとの体験をお話しします。立ちのコースは多岐にわたり、薬学や看護学の卒業生も含まれています。の中に、毎日の儀式であるコーヒーにまつわる話があります。これはただのコーヒーの話ではありません。けば背筋が寒くなるような話です。立ちは、病院での朝のラウンド、 手術室後、会議中にも毎日コーヒーを飲んでいます。メリカーノも、ホットもアイスも、甘いものもそうでないものも、すべて試しました。キーショップにとっては、私たちは常連客です。しかし、問題がありました。キーを飲んでいるにもかかわらず、眠くなるという問題です。さんも思うでしょう。なぜコーヒーで眠くなるのと。れが私たちの医学部のミステリーです。 リニックの厳しい環境の中で、コーヒーを飲んでも疲れが取れないという問題が発生しました。この問題は、ある先輩の経験から明らかになりました。踊り子がカフェのコーヒーを飲んでも、全く元気が出ないと言っていました。最、彼は一週間中ずっと眠く、重要な朝の授業や患者の診察が待っていることを考えるとい憂鬱でした。そこで、彼はいつもと違う行動をとります。 スプレッソのショットを追加して注文してみたのです。に自分で入れたコーヒーを飲んで、昼にはさらに刺激が欲しくなり、眠気を覚ますためにエスプレッソを追加したのです。かし、彼がいつも飲んでいたアイスコーヒーには、実は2ショットのエスプレッソが入っていたのです。目には私たちも驚きました。それで、私たちのコーヒー問題が生まれました。気飲んでいたコーヒーが強すぎて、我々の体勢が変わってしまったのです。 前は目覚めさせてくれたものが、今では頭痛を和らげるだけになっていました。メンコーヒーを飲み続けている人なら、この効果の減少が徐々に進んでいくことを理解できるでしょう。この話から学ぶべき教訓。アイスコーヒーを注文するときは、エスプレッソのショット数を必ず確認しましょう。イスコーヒーには通常、ホットコーヒーよりも多くのショットが含まれているため、味のバランスをとる必要があります。つので、 コーヒー愛効果の皆さん、うっかり過剰摂取して眠くならないように、ショット数に注意しましょう。それでは、今日の話はここまでです。回も面白い話や洞察をお届けします。